アダマクリバリンは、マリバマ湖出身の同国代表サッカー選手。現在は、無所属。ポジションはディフェンダー。R.C. ランス16歳の時に、故郷のジョリバ AC でキャリアを始め、1999年に、フランスへ渡り R.C. ランスと契約。ビトリーノ・ユートンとコンビを組み不動のレギュラーを、務めていき、2006年には、友人でもあるセード・ケータに代わり、 副首相に任命された。また、翌年に、イングランドへの移籍が噂されたが、ちょうどフランシス・ジロ監督辞任後に契約を2011年まで延長した。10シーズンと長期にわたり所属していたが、2007から08シーズンにリーグで降格したため、2008年6月にアジオセールへ200万ユーロで移籍した。オセールオセール移籍後すぐにポジションをつかむと、 加入2年目の2009から10シーズンにリーグ最小失点となる29を記録し UEFA チャンピオンズリーグ2010から11プレーオフ出場権獲得に貢献その活躍から2010年12月24日に2年契約延長したまた翌シーズンは全試合スタメン出場を果たし2011年1月7日に再び契約を延長するなど順調だったが 2011年10月26日のクープドゥラリーグベスト 16SM カーン戦で負傷した際に右足の第5中足骨を複雑骨折をした当初は全治8週間と診断されたが年明け以降も回復せず1月の診断で4月の終わりまで復帰することができなくなった最終的にシーズン中に復帰は果たせずチーム再開で 終わり32年ぶりに2部へ降格した。ユース時代は、セールケータ等と共に 1997FIFAU-17 世界選手権、1999FIFA ワールドユース選手権に出場。2001年5月4日のガーナ戦で A 代表デビューを果たし、2002年、2004年、2008年、2013年のアフリカネーションズカップのメンバーに選出された。 また、2010年にも選出されたが、その後に負傷したことで辞退している。オフィシャル、アダマコリーベリー2オーサー、アダマコリーベリープロロングアオーサー、アダマコリーベリー&、ベニスオリックサインコントラクトエクステンションズウィズオーサー、A、コリーベリーインディスパナブル唯一サメン、コリーベリーネリベジャンドラパ。ありがとうございます。